井黒正嗣は1930年代に活躍した元スキージャンプ選手。山形県生まれで7歳の時小樽の井黒家に養子入りする。旧姓は松宮。旧姓小樽中学北海道帝国大学から札幌鉄道局。足立五郎は旧姓小樽中学の同期生である。1936年ガルミッシュパルテンキルヘンオリンピックに出場し、ジャンプ競技で7位入賞を果たす。1938年のノルディックスキー世界選手権大会で10位。1940年札幌オリンピックが幻に終わったことを機に、札鉄を退職して、茨城県の日立製作所に転職、一時競技を離れた。しかし、翌1941年の第19回全日本スキー選手権で、自身4回目の優勝を果たした。雪のない茨城で、ひたすらイメージトレーニングを行って、優勝につなげたという。また、大倉シャンツェ建設記念ジャンプ大会は、通算4回優勝している。1950年に、後楽園球場に特設ジャンプ台を設置して、全日本選抜スキージャンプ大会が開催された際には、ジャンプ台の設計に携わっている。引退後は全日本学生スキー連盟及び、全日本スキー連盟副会長などを歴任し、1972年、札幌オリンピックでは、大会準備に携わり、国会での質疑でも答弁している。2000年10月4日肺炎のため死去。87歳没。ありがとうございます。